崎島のファンクラブの皆さんからチャンピオンに輝いてくださいとたった今電報が届きました。はい、今日の歌はこの日のための歌、涙の桟橋です。いても立ってもいられない星さんのお父さんが昨日石垣島から上京なさいました。今日はお父さんの前で初めて歌うこの歌で挑戦です。涙の桟橋、星美里さんです。どこへ行くと思う、夜明けあの日と船の上、雨の熱気に目を凝らしても溢れる涙で何にも見えご主を迎えた星美里さんです。星さんの結果の発表を見てみましょう。お願いします。2人目の5つ星チャンピオンになるでしょうか、星美里さん。今日は石垣島の皆さんもテレビの前でたくさん応援してるので、さあもう一人、やった、おめでとう。2人目の5つ星チャンピオン誕生です。ありがとうございます。おめでとう。よかったね。今の気持ち一言。本当に嬉しいです。どうもありがとうございました。おめでとうございました。それでは、審査員を代表して中村靖さんから5つ星チャンピオンのトロフィーを渡していただきます。ちょっと前へお運びください。はい、ちょっと前へ。では中村さん、お願いいたします。おめでとう。2人目の5つ星チャンピオン、星美里さんです。では中村さん、一言星さんの好評。すごくね、僕は思った1週目からすごくキラキラしてたなっていうのがあるんですよね。でそれはやっぱりこの芸能界に対して再挑戦っていう彼女の、そう、3年前デビュー、そう、胸の内みたいなものが素直に皆さんの前で出たかな。歌唱ももちろん大事なんですけども、自分がもう一度世に出たいっていう気持ちがなんか ストレートな形でみんなに伝わったなというふうには僕は受け止めてますけど、はい、ありがとうございました。これからはまた声をさらに磨いてね、皆さんを引きつけるようにということですね。ありがとうございました。どうもおめでとうございました。大粒の涙が流れました。